佐々木勝久は、日本の政治家。福井県鯖汰市長。元鯖汰市議会議員。山梨県出身。1986年3月、山梨県立氷川高等学校卒業。同年4月、東京電力に就職。東京電力労働組合の支部の役員に任命され、組合員として政治活動や選挙運動に従事した。1994年2月、 鯖江市議会議員の佐々木治の娘と結婚。名字を佐々木に変更する。岐阜の佐々木治は1999年4月の福井県議会議員選挙に無所属で立候補し初当選を果たす。再選を目指す岐阜の選挙を手伝うために2002年12月、東京電力を退職。2003年1月、山梨県より福井県鯖江市に移転。 同年4月の県議選で、佐々木治は自民党の公認を得るが、時点で落選した。2007年7月1日に行われた鯖井市議選に立候補し初当選した。2019年4期目の当選を果たす。2020年10月4日に行われた鯖井市長選挙に自民党鯖井市支部の推薦を受けて、立候補し、元自民党県議の田村康夫、 会社経営者の山岸光を破り初当選した。10月17日、市長就任。当日有権者数5万6003人最終、投票率61.63%。ありがとうございます。